西目俊さん、お願いします。仮面ライダーゴースト天狗下客の西目俊です。ゴーストの集大成ということで、キャストみんなで一致団結して作り上げた作品なので、その魅力だったり見どころを伝えられたらいいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして月村あかり役大沢ひかるさん、お願いします。月村あかり役の大沢ひかるです。仮面ライダーゴーストらしい作品になったと思います。楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして仮面ライダースペクター深見誠役山本涼介さん、お願いいたします。はい、仮面ライダースペクター深見誠役の山本涼介です。旬が言ったように今回は集大成の映画で、前回前々回の映画は先輩ライダーの力を借りての作品でしたが、今回はゴーストメンバーだけで本当にみんなの1年間の思いが詰まった映画になっていると思うので、その魅力が少しでも伝わればいいなと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして柳孝之さん、お願いします。はい、柳の柳孝之です。今回はみんなでいっぱい汗をかいていっぱい気持ちを込めて、作った映画ですので、もうたくさんの方に見ていただけたらいいなと思って、今日は、よろしく、一つよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして仮面ライダーネクロムアラン役磯村勇斗さん、お願いします。仮面ライダーネクロムアラン役の磯村勇斗です。今回は劇場版に初めての参加ということもあって、集大成の映画に、参加することができて大変嬉しく思っています。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして劇場版のゲスト、仮面ライダーゼロスペクターであり誠カノンの父深見大吾役沢村一樹さん、お願いします。深見大吾役の沢村一樹です。一生懸命頑張りました。よろしくお願いします。同じく劇場版のゲスト、アランの兄、アルゴス役、木村亮さん、お願いします。分かってるね。はい、アルゴス役をやらせていただきました、木村亮です。今日短い時間ですけれども、どうぞよろしくお願いします。では、ご挨拶の最後は本作のメモ本を取られました、諸田聡監督です。お願いいたします。諸田です。本日はお越しいただきましてありがとうございました。クランクインのまさにその当日、現場に向かう車の中、車でですね、僕車で事故を起こしまして、ということで大当たり、この映画は大ヒット間違いなしというふうに確信してるんですけど、皆さんのお力添えも、借りてですね、一人でも多くの方に見ていただきたいと、事故った車の修理代もあるかもしれないんで、ぜひよろしくお願いいたします。僕がこの仮面ライダーは、僕の世代はもう物心ついた頃からあるというか、仮面ライダーと共に育った世代、なので、最初に話をいただいた時は多分僕が出ることによって、仮面ライダー史上初のR15 指定になるかもしれないという噂もちょっとあるので、その辺は気にはなってはいるところではあるんですけど、まず決まってすぐに家族に報告しまして、仮面ライダーというと本当に若手の登竜門というか、俳優からすると一回通ってみたい、門、特に近年になっているので、もしかしたら僕も福士蒼汰とか佐藤健みたいに、これをきっかけにブレイクできるんじゃないかなという個人的な喜びと共に家族に伝えたんですけれども、子供たちはとにかくガッツポーズをして喜びました。で、かみさんもものすごくこんなに喜ぶかっていうぐらい喜んで、あと友人たちにも話をしたんですけれども、まあとにかくみんながすごいすごいっていうことだったので、僕が思ってた以上の反響は僕の周りではありました。なので、そういうことも考えながら、プレッシャーを感じながら、さっき
西見君があまりにもフレッシュだったので僕もちょっとついつられてしまったんですけれども、そういう気持ちでやらせていただきました。そうですね、やっぱり仮面ライダーゴーストらしさといえばやっぱりあの偉人がやっぱ人間体になって100人くれた英雄の蔵、今回の映画でやっぱりそれがやっぱゴースト色が強いのかなって思ってますね。それとドライブの先輩方とか藤岡弘さんから学んだことっていうのはすごく大きくて、やっぱ変身ライダーだったら結構変身ポーズとかその気合だったりそのあれとかは学んだので、旬は結構あの竹内くんをリスペクトしてるみたいで動きがどんどんあの竹内くんに似てきたんですよ。いやでもすごい素晴らしい先輩方で勉強になることはすごいあのこの映画でも発揮できてるんじゃないかなっていうのはあります。確かに変身のなんか気持ちはすごく強くなっていきますよね、最初の頃より。おかげで大沢さんはいかがですか？そうですね、その先輩方の姿を見て私たちも学んできたので、まず現場の居方とかはいろいろ見て学ぶことが多かったかなっていうのと、まあ、ゴーストらしさ、タケルがすごく爽やかなので私たちも釣られて爽やかな感じになってるのではないかなと思います。すごく仲の良さも出てると思うので、スクリーン上にも、はい、すごく爽やかな作品になったのではないでしょうか。磯村さんは初映画、そして、ね、今回は本当にいろんな初があったと思うんですけど、ゴーストらしさいかがでしょう？そうですね、もう劇場版全てが初めてだったので、もう本当にそのしゅんくんやひかるちゃんたちなど その1号ライダー1号だったりドライブと そのなんか得た経験みたいなものを僕はもう吸収するしかなかったので、それを吸収しながら今回臨んでて、まあ、ゴーストらしさというとやっぱなんですかね、こう今回の映画でも切ない部分もいくつか出てくるので、そういったところを注目していただければよりなんだなこう楽しめるかなとは思いますね。はい、ありがとうございます。以上で第2部劇場版仮面ライダーゴースト100のアイコンとゴースト運命の時の制作発表を終了いたします。監督キャストの皆様ありがとうございました。